ある種のレシピのようなものが存在しているんですけれども、やはりそれはまた新たな研究論文として発表できたらというふうに考えております。須田さん、このコメントの中での違和感というのはどういうところでしょうか。そうですね、もうこの